やっほー。マジねー、匂いでー。やっほー。久しぶりに配信してますね。今日は劇場公演でした。でポニーテールしてたんですけど、ちょっとね、きつくてね、もう撮ったんだけどね。これは明日食べるか、我慢しよう。でもこれだけ1個食べたいねん。ねえねえ、1つだけ言っていい？まつげすごくない？なんかまつげすごくないか？これマスカラ塗ってないから、これ美容液塗っただけ。このこれだけ。で、そうやった、くしゃみ。このちっちゃいものだけ。うん。うん。最近は何があったかな。あ、今日はね、何があったかな、最近。小さいけど硬そう。これ硬いよ、めっちゃ。最近はあんまり配信できてなかったよね。もう化粧も崩れ落ちている。うん、ダミチンさん、ダミチンタワーありがとうございます。ダミチンタワーありがとうダミチンタワー、ダミチンありがとう。嬉しい。無駄話で暗らかして、グラビアは6月6日、シュープルさんは6月6日、間違えた、6月6日、何言ってんだ私。6月末って聞きました。最近なんか前聞いたら5月末ってマネージャーさん言ってたけど、6月末らしい。その辺、6月末確定ですじゃなくて、6月末らへん。体目当てですって最低ね、本当にやれない。最低だからな、その
それ、まあいいけど、なんでも。歌話で桜が散った。テニスさん入った？だって誰が入るね。あ、失礼、入らない、入ってないよ。そうだ、なんか最近ね、ありがたいことにフォロワーのことが増えて、この間、まあ、ある街をのね、歩いてたの、街を。街歩いてたら、街歩いて、でその後なんかインスタの DM 見てたら、なんか今どこどこいましたかみたいな言われて、私正解やんと思って。そう、だから私多分クソードとか言っちゃいけない。でも本当に多分めちゃくちゃ真顔でね歩いてると思うから、なんかすごい、あ、なんか見られてないと思ったら大間違いだなって改めて思いました。渋谷で火の粉見たけどオーラレスって話、嘘でしょ絶対それ。そう、めっちゃ真顔で歩いてた。多分本当にこの人怖っていう顔で歩いてたから申し訳ない。大学同じだけど取り巻きすごくて話しかけない。取り巻きって何？本当に同じなのか？じゃあ言ってみ、どこの大学か。これ恒例行事。原宿かな、あ、原宿マジで行かないの。そういう時は声かけていいの？だっていいですよ、私は全然。昨日ファイマで見ただって。いや確かに行ったな、ファイマ確かに行ったな。なんで真顔で、え、逆にみんな笑顔で歩くの？俺の大学バレるやん。だっていいやん別に、あんたのは、あんたのはとか言って、すいません。じゃあ一文字目教えて。また明日大学で。最近やってる？だって何最近やってるって。
あかんだろだって痛い。昨日セブンで見た。セブン行ってないの。ファミチキ買ってない。ファミチキ買ってないの。今日駅歩いてたよね。それはもう誰にでも言えるんじゃ。息がとってもいいあの夜だけど。ち。ちってね。ち。本当にくだらない。くだらないよ。今日は秋葉原で見かけたよ。え？ガチ？今日渋谷、いないのよ。だから劇場公演してんの。何食べた？だって今日あんま食べてないね。昨日学食で見た。昨日学食行ってない。息がとってもいいような夜だけど。ひどいコメント欄だって。え、何？ああそういうこと。今夜ピンクムーン。ピンクムーンって言わないやって。ストロベリームーンって言うんでしょ。でもなんかストロベリームーンってさ、今あるのかな。てか今日早く寝なくてね。聞いてほしい。私ね全然寝てないんですよ。睡眠不足だから。睡眠不足女、助けてください。今日劇場公演行きましたって。え、嬉しい、ありがとうございます。好きなポップコーンの味。なんか私の周りはさ、みんな塩が好きなのよ。いつも塩。塩もいいけど、いやわかる、塩もめっちゃ好きではないけど、塩もいいけどね。私はあんまりなんだ。ブルームーン、ストロベリームーンだよ。息子と一緒に見てますだって。え、ありがとうございます、嬉しい。わだに悪いよだって。いや本当にさ、睡眠不足女だから。寝れないのよ。だからちょっと今日眠いかも。だからこの後お風呂入って、まあいろいろ終わらせて寝よう早く。今のフラペチーノはレモンケーキだっけ。レモンチーズケーキ、レモンケーキ、レモンチーズケーキ、レモフラ、レモフラ。今日かたまがカフェの付き添い探してたよ。私しかいないやろ。ネモフィラ？ネモフィラってあるよね。最近知った、そのお花。ネモフィ、ネモ、ネモ、ネモフィ。バジルブルーの匂いで。
ラチンを食べて。フラチンってなんだ。レモンチーズケーキ？じゃあレモチン、レモチンフィ、レモチンフラチフラ、レモチンフラ、レモチンフラ、レモチーフラ、あ、レモチーフラ、レモチー、ファシネブルの匂いで、何言ってんのさっきから。 別に言ってなくない？今さ、レモンチーズケーキのフラペチーノの略し方の話してるんやけど、カラコンええやんけ、つけてないねん。うん、ディズニー行ってないね最近。どこからチンが出てきたんだ。だからチンじゃないよ、レモチーフラチーズだ。レモンチーズケーキチーフラペチーノでしょ。レモチーフラな、チンフラチ、レモチン。今日の靴下見せてみ。今日の靴下はチンアナゴです。やばいやばい、今めっちゃ眠気してた急に。危ないって、さすがに。チンアナゴは略せなくないか。じゃあ最近私が食べた話でもしよう。最近私が食べたものはピザとか、しゃぶしゃぶも食べた。やっぱりしゃぶしゃぶは私めっちゃ好きだわ。しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ、間違えた。でも変なこと言ってなくない？食べ物の話じゃん。私がしゃぶしゃぶ食べただけじゃん。
なんかこれすごいすごい、なんかネバネバして、ネバネバしてる。本当に無理も。ネバネバしてるからやめる。で聞いたし、私しゃぶしゃぶのすき焼きがめっちゃ好きなの。わかるかな。すき焼きのしゃぶしゃぶがめちゃくちゃ大好きで。本当に好きなの。すきしゃぶ。しゃぶしゃぶのすき焼きと、あれ？しゃぶしゃぶのすき焼きみたいなの悪くない？あれ？ちょっとじゃあ間違えちゃったかも。すき焼き、すき焼きってなんだ。あれやばい、頭回んない。そう、卵絡めて食べるやつだ。でしゃぶしゃぶしてて思ったのは、私ってやっぱりしゃぶしゃぶ大好きだなって思って、最近ハマってんだよね、しゃぶ。だから、うん、毎日食べたいくらい大好き。本当に美味しいから好き。変なこと言って、話変えようか、話変えようか。てかちょっとお腹本当に死んでる。ちょっとね、今日はでも明日早いから、普通に早く寝ようと思ってるから、お風呂入ってね、この後。初めブルーの匂いで、お風呂の後にしゃぶしゃぶ？お風呂の後もいいね、しゃぶしゃぶ。めちゃくちゃいいじゃん。いつでも行けちゃうわ、私。そのくらい好き。美味しいんだもん。確かに。やばい、本当になんか頭回んなくなってきた。あっちんさん頑張ってて、てください。あっちんさん頑張って。話かよ。でももう本当に今配信してて思った、私なんか顔がおかしい。でも明日も配信できたらしたいんだけど。
今日は、まあ、お風呂とか入っていろいろして準備とかして寝たいと思います。とりあえずランキング読むよ。13位ひろきりんさん、ありがとうございます。13位13位みずほさん、ありがとうございます。12位ひろきりんさん、ありがとうございます。11位めこぶちゃとまくなとりどんさん、ありがとうございます。10位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。9位ダブルワットマークひなこしさん、ありがとうございます。8位にゃこさん、ありがとうございます。7位ゆうとさん、ありがとうございます。6位あゆちゃん、ありがとうございます。5位あっくん、ありがとうございます。4位るいさん、ありがとうございます。3位こつきさん、ありがとうございます。2位のりさん、ありがとうございます。そして1位はダミチンさんでした。ダミチンさん、タワーもありがとうございます。そして今日も公演ありがとう。ということで今日も見に来てくださってありがとうございました。私がちょっと睡眠全然できてなくて、本当だったらもっと長くしたいんですけど、今日は公演2回して明日も朝早いし早く寝たいと思います。だからみんなも頑張ってね。バイバイ、またねー。